こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ハッスルブラッドのですね、定番中の定番モデル、ハッスルブラッド 500CM になってます。はい、ご覧の通りですね、ハッスルブラッド 500CM ですね。で、この頭にですね、星マークがついているんですけれども、これがですね、スリロトレーディングカンパニーがですね、日本のハッスルブラッドの、総輸入総販売代理店だった頃に、国内で正規販売された品であるという印になっております。はい。では、定番のハッセル 500CM ですね。ボディの方から状態を見ていきます。ご覧いただいてます通り、目につくすれあたり凹みとかですね、はないようですね。針側もめくれ剥がれ、変色、ないですね。縮みとかも見られないです。はい。で、金属部分の腐食、錆、汚れも見えませんね。この三脚取り付け部分のこの塗装もですね、しっかりしてますね。はい。もちろん錆とか、腐食ないですね。はい。外観は大変備品と言っていいと思います。ウエストレベルもしっかりと、立ち上がってますね。ペイントロスもありませんし、はい、ルーペも綺麗です。立ち上がり、畳み込みに、はい、全く問題ないですね。フォーカシングスクリーンは、アキュートマット D が、搭載されております。ここに掛けがですね、2つありますね。はい。アキュートマット D の証拠ですね。はい。ミラーにも劣化、ないですね。はい、マウント部分も綺麗。で、持って、バックドアも綺麗ですね。ひび割れたり汚れたりっていうのがないですね。多分綺麗にしてもらってるんですね、これがね。はい。バックドアの開閉も非常に滑らかで引っかかりはありません。この、シャタタリも滑らかですね。はい。重くなったりガリガリしてません。はい。中身も綺麗です。はい。ご覧の通りですね。はい。ボディは、干潮で素晴らしい状態ですね。でもって、マガジンの方ですけれども、マガジンもですね、見た感じ、腐食、錆、汚れとか、革の縮み、ないですね。はい。まあ、このクランクの樹脂がですね、多少ちょっと白っぽくなってるぐらいですね。はい。特に、全く問題、という問題はないと思います。スライドも、ベコベコしたりしてないですね。まっすぐです。はい。中身にも腐食、錆、汚れないですね。はい。シリアルも一致しております。この中身を引き抜くとですね、このカウンターがリセットされてますね。はい。フィルムを装填したと。仮定してですね、このクランクをぐりぐり巻いていただきますと、はい、カウンター1でしっかりとストップいたします。ボディと接続して、スライドを引けば、シャッターが、切れる状態です。ボディとマージン側、この窓がついてまして、白ですね。シャッターを1回押すと、はい、赤になってですね、シャッターチャージしてくださいという印ですね。はい、シャッターをチャージして巻き上げると、はい、窓が白白になってシャッター切れますよという状態ですね。で、もってカウンターが2に進んでおります。はい。この繰り返しで、はい。撮影していただきますね。こんな感じです。ボディとマガジンの連動、非常に軽く、調子よく連動してますね。重くなったりしてませんね。はい。このままですとですね、この安全装置が働いてますんで、こう、マガジン外れないようになってるんですね。スライドをきっちりと奥まで、はい、差し込むと、はい、外れるようになります。で、持ってですね、まあ全部取って、巻き込んだ状態だと仮定して、この中身を引き抜くと、はい、カウンター、リセットされてます。はい、こんな感じですね。よいしょ。はい。はい。ということで、ボディ、マガジンともにですね、非常にいい状態ですね。
はい、付属品がこちらの、はい、ボディキャップついております。でもって本個体ですけれども、熊本の中村光学様にて、オーバーホール施していただいております。シャッター部分とファインダーですね、あとクランクギアの、分解、注油という感じで、一通りですね、分解整備、清掃、調整を行っていただいております。はい、ということで、オーバーホール済みのハッセルブラッドの、人気定番モデル、ハッセル 500CM になっております。はい。スリロトレーディングカンパニーの正規品です。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。